2回目の登場、イオン送迎バス、無料送迎バス乗り場。ここの名前はなんだ？精神庁コミュニティ配通ま、配管前かな。普通のバス停なんだよな、なんか立ってるけど、よくわかんない場所に。待ってさ、イオンあれは、どこだっけ？以来のイオンバス停。今回はすごい立派。近くに普通のバス停もあります。タイガニオイオンの無料のシャトルバス。そしてこちらが精神庁のバス停だ。なんと椅子がこちら側にもあって、でも本当にすごい、この団地はめちゃくちゃ賑わってるっていうのを感じる。やはりこれが東京メトロ東西線の力なんでしょうかね。保育園もあるし、控えめに言ってすごいよ。質のバリエーションもなぜか豊か。あるあるの。ああ、バス停の名前もコミュニティ会館前でつくんだな。やっぱここは飛びましたけど、なんかコミュニティバスのような雰囲気すら感じる。実験少ないと思うかもしれないけど、これはレア系統なので問題なしと。本番はこれですね。めちゃくちゃ音数が多い。その謎のね、50% の場合、これ結構価値高いんだ。かっこいい。かっこいい代わりに速さがものすごいバス。これが H2、水素で走る水素バスだ。最近導入が進められてるけど、やっぱり珍しいですよね、まだ。かっこいいって思うもん。まあ、外観はかっこいいんだけどね、中はちょっと椅子が硬い。それ以外は完璧だ。でも椅子もあってさ、本当に。なんか優遇されてる感じがある。なんかすごい大事にされてる感じがあるな、なんか。なんだろう、この感情は。少し来て、さざ波公園。精神庁2丁目の反対側のバス停、コミュニティ会館入り口ですね。確かに前っていう距離ではないよね。実際前にはイオンのバスがあったわけで、こちら側も3系統が止まる。3系統じゃないか。3系統、2系統か。さっきのレアなんだよな。本数はめちゃくちゃ多い。老人の方の利用が多いとはいえ、すべてのバス停にベンチが完備してあるのは本当に素晴らしいことだと思います。ちょうどやってまいりました。